うん、これはあの公園でもあったやつだな。え、どうなんだろうな、超ナエモグラみたいな 顔してんのかな。ナエモグラに人気っていうことは、もうちょっとこの辺り散策してみたいけどな。そわそわひそひそ。あー、なんか広いな、ナエモグ村広いな。いろいろとありそうですけど、アイテム屋さんとかないのかな。あー、とりあえずこのナエモグ村の全体は見て回ったかな。特に重要な会話とかはなくて、ちょくちょくアイテムが手に入ったりはしたんですけど、特にこれといって重要そうなものはなかったかな。で、サブクエストが1個だけ増えたっていう感じですね。じゃあもう先に進んじゃいましょう。さあ、この、わ、でっかい扉だな。スイートハートの実際の姿をまだ見たことがないからな。うん、ちょっと楽しみではある。さあ、最前、ああ、ちょうど4席余ってる。うん、教会みたいな内装だな、ここは。じゃあ、席に着こうぜ。うん。みんな楽しみにしていそうですね。スイートハートは完璧なんだ。間違ったことなんて何一つしたことないんだよ。そうなんだ。スイート、これ全員違うセリフあんのかな。すげえ。みんな別々の個別のセリフが用意されてる。わ、見て、この広いステージ。思った通り、豪華で素敵。早く席に着こう。もうすぐショーが始まるみたい。今回のショーは本当にスイートハートのショーを見るっていう。それが目的、それだけが目的なのかな。はい、じゃあ座りましょう。そのためにあの超杖クマとか超杖ムカデとか、そいつらと戦うことになったのかな。どの道バジル君の足跡すらなかったけどな。足跡というか、あの赤いちょんちょん。さあ、始まった。まあ来たからには楽しみましょう。レディーさんとジェントルメン、ようこそスイートハートのドキドキクエストのスペシャルステージへ。ナエモグラのマイク。ショーの前にまずは我々の大切な人を弔いましょう。みんなの憧れでみんなを鼓舞してくれた、オンリー。みんなに愛されたリーダー、ナエモグラジーヤを。あ、出た、ナエモグジーヤ。ん？こいつ、倒したぞ。俺らが倒したぞ、こいつ。彼はみんなにとって父親のような存在でした。いや、ちょっと、胸クソ悪いな、これ。ショーが楽しめなくなっちゃうじゃん、素直に。彼はみんなにとって父親のような存在でした。彼のためにここで黙祷を捧げましょう。はい。ご冥福をお祈りいたします。なんちゅうタイミングでそれを言ったんだ。それではショータイムです。さあ、スイートハートちゃん。あのパネルとかクッションとか見た感じだと普通の人間に見えていたけど、ナエモグラなのかな、実は。前回のスイートハートのドキドキクエストでは、我々ナエモグラサー、モグラサーの姫はまた、候補者の男子誰とも恋に落ちることはありませんでした。今回は、新たに魅力的な独身男子を3人も集めてまいりました。あ、そういう内容なの。果たしてその中にスイートハートの心を奪える人はいるのでしょうか。本人いないとかないよな、この勝利。早速候補者に登場してもらいましょう。男子1号。彼はなんと、ナエモグ村出身。身長1メートル弱。好物は豆腐。趣味はプラスチックフラミンゴ集めと狭いトンネルでの散歩だそうです。さあ、イチゴに盛大な拍手を。あいついるんじゃない？ローザだったっけ？あの、スイートハートのファンの。あれ、男子じゃないのか。男子2号はそう、その通り。こいつもナエモグ村出身。からなんと1メートル強。趣味は歩く走るハウだそうです。好きな色は茶色と緑。休日は汚い洗濯機でゴロゴロしながら過ごしている。わお、背徳的。はい、2号にも拍手。これ何を見せられてるの。演劇の舞台とか、お歌のショーとかそういうやつかと思っていたけど、次の候補者は今までと全く違うタイプ。男子3号はなんと異世界からお越しいただきました。親方、空からイケメンが、そう、まさに飛び入り参戦。これはもしや運命の出会い。3号、ツムリンさんにも拍手を。こいつ見かけたっけ、異世界で。なんかサブクエストをこなしている最中にいたような気がすんな、こんなやつ。そしてついに皆さんが待ちに待った時が来た。照明を落としてプリーズ。くんの？スイートハート、輝く美しさ、溢れ出す優雅さ、そして何よりもキャワキャワプリチーフェイス。そう、もう分かってますよね。その方が、素晴らしき我らが姫が今このステージに立つのです。さあ、皆さん準備はできていますか。行きますよ。ついにステージに上がってくる。そんなもスイートハー。お、何？
これ演出？事故？うん？誰がやったのこれは嘘、ここで停電？どうしよう、続きめっちゃ気になる。とりあえず前のナエモグラたちが電気を復旧させるまで待ってみよう。きっとすぐ再開するだろう。人やられたぞ。ん？誰か助けて、どうすればいいかわからないよ。助けて、僕たちもどうすればいいかもわかんないよ。助けて、助けて、誰か助けてくれ。なんすか？うわぁ、何が起きたんだこれはうん、やっぱり様子を見てきた方がいいかも。あ？誰かが企んだことなのかな。うわぁ、ん？どっから様子見に行くの、うん、どうすりゃいいの、どこ行きゃいいのこれ出りゃいいのかな、うん、出ていいのこれ。これはナエモグ村全体が停電しているのか。ヒロ君どうしたらいいの。さあ、何か予備の発電機がないか探してみるしかないかもな。どういうこと？予備の発電機？予備の発電機ってどこにあんの？発電機と関係があるかどうかわかりませんけど、このナエモグ村の一番最下層のところでコンセントみたいなのがあったんですけど、うん、トレーニングジムみたいなところがあって、こっちかな、ここで、あ、待ってた？お前らペース上げろ、さっさと動け。もう動いてますよ監督。これで精一杯なんですよ。あ、これ発電所なのか、ひょっとして。どうして何も起きないの。しかもちょっと気持ち悪くなってきたし。みんな早く走って、汗は努力の証だよ。あってそうだな。あ、ちょうど4台あるな。これ発電機だったのか、トレーニングジムかと思ってた。で、このコンセントが抜けてんのか。はい、あ、間違えた。はい、コンセントが抜けているようだ。差し込んでみろ。はい、これが原因か。はいはい。あ、自分たちも焦げるようになったっぽいな。なんか活性化したし、何かしらが左の方で。ほら見ろ、努力は報われるんだよ。みんな気づいてなかったのかこれ。さあもっと走れ、ぜーぜーぜーウップ。これでいいのか。いや、みんなも運動しようこれで発電をしていたわけだ。さあ、じゃあ会場に戻りましょうか。ちょっと席外したけど大丈夫？入れる？あれ、こいつローザじゃないの？何してんの？違った、口ひげモグラ誰か助けてください、若いイケメンが必要なんです。さっき落雷でやられてたもんな。君、そう、君だ、しましまズボンの君、君だよ君。絵に描いたようなイケメンだ。ふむふむ、ほほう、おう、そう、君でいい。あ、ヒロ君のことか、しましまズボン。いきなりそんな、あ、ありがとうございます。なんて言えばいいんだ。お願いします、お客様、このかわいそうなモグラに手を貸してはくれませんか。今は、お客様の協力がどうしても必要なんです。そこまで言うなら断れませんね。ありがとう、ああ、ありがとう、なんて優しい若者なんだ。ではこちらへ。さあさあ、まあ、待ってください、友達も一緒でいいですか。ああ、お友達ですか。皆様もドッキコエを見にいらっしゃったんですよね。でしたらすぐ再会できますのでご安心ください。さあこっちへ、急がなければもうすぐショーが始まりますよ。ヒロはパーティーから外れた。あー、ヒロ君がさっき落雷で感電でやられたあいつの代わりになるっていうことか。はい、ステージ上に現れるのか。え、じゃあスイートハートさんご本人の姿は見れるの？結局どっちなんだ。さっき寸止めで見れなかったけど、いらっしゃるの？はい、スイートハートファンの皆様ごきげんよう。先ほどはお騒がせし申し訳ありませんでした。予定通りショーを続けさせていただきます。そして残念なお知らせですが、休憩所にこのステージ上に痛ましい事故が起こりました。あ、よいよいよい。男子3号が急逝しました。ほんの少しの間、しかお会いできなかったものの、彼を忘れることはないでしょう。あっけなかったな。彼は本当にユニークな方でした。代わりなんていないでしょう。で、代わりにヒロ君が出ると。しかし、ショーはまだ終わりません。茶番だな新しい3号を紹介しましょう。なんとわざわざ広々森からやってきた正義の味方ヒロです。まあ異世界の方が遠いけどな、ここからは。こいつはすごいですよ。ヒロ君はイケメンなだけでなく身長も記録的な170センチ。趣味はお菓子作り、料理、料理掃除。
お菓子作りと料理は別物なの。ここですでにかっこよさがカンストしている気がしますが、チャーミングな笑顔と穏やかな性格も見逃せません。そしてついに本日の主役を紹介する時間がまたやってまいりました。照明を落としてプリーズ。今度は大丈夫？輝く美しさ、さっき聞いたそれ、溢れ出す優雅さ、そして何よりもキャワキャプリチーフェイス。そう、もう分かってますよね。その方が、素晴らしき我らが姫が今このステージに立つのです。そう、彼女こそ素晴らしき。おほほほ、え、本物？おお、本物これ。え、待て、この声、待てよ、こいつローザじゃねえの、ひょっとしてスイートハートの正体、ローザのステージ上の姿だったっていうこと。だからあのスペース船長の事情もよく知っていたっていうこと。そういうことか。おほほほ、おほほほ、100点満点の登場です、スイートハート様。いや、まだ確証はないけど。そうそうよ、私が来たんだわ。私の愚かで盲目的なファンたち、ごきげんよう。スイートハート最高、愛してるぜ。もう全てがつながったおほほほほ。ではスイートハート様、世界中の独身男子から厳選した3人のイケメンを連れてきました。今日こそスイートハート様のお眼鏡にかなう男子はいるのでしょうか。仮にこれがローザだったとして、ローザで名前合ってるか分かんないけど、ローザだったとしたら、ヒロ君見た瞬間に因縁が因縁の戦いがまた始まる気はするけど。でもこのナエモグ村の地下に、いや、ナエモグ村自体が地下かナエモグ村の中にローザの空き部屋みたいなのがあったんですよね。ローザは今不在ですみたいな、うん、でそこがなんかスイートハート地味た、スイートハート前とした感じの内装だったんですよねまずは質問コーナーといきましょう。スイートハート様が、伴侶に最も求めているのは絶対服従です。さあ男子一号くん、あなたはスイートハート様に忠誠を誓い人生を捧げることを約束しますか。男子一号、答えは、うん、よくわかんないけどいいんじゃね。これは手強い。この答えいかがですか、スイートハート様。うん、身長1メートルもないの、小さすぎるのだわ。連れて行きなさい、スイートダンジョンへ。おい、今なんて、スイートダンジョンってなんだ。地下労働行きです。1号地下行き、誰か、そういう感じかこれは、さて続きましては男子2号ですね。質問は全く同じです。正解はありませんので正直に答えてください。男子2号よ、あなたはスイートハート様に忠誠を誓い人生を捧げることを約束しますか。します。それでスイートダンジョンには行かなくてもいいってことですよね。まあこの子、見てるだけでイライラするのだわ、連れて行ってちょうだい。まあこいつらはもうどうでもいい、問題はヒロ君だからな。あ、逃げちゃったあ、捕まっちゃった。問題はヒロ君ですよ。男子3号、もうあなたしか残っていないようですね。また同じ質問しますよ、正直に答えていいですからね。ヒロ君、あなたはスイートハート様に忠誠を誓い人生を捧げることを約束しますか。いや、そんなことしません。いや、ここでイレギュラーな回答をすることによって逆に好感持たれるみたいな展開も考えられるけど、するわけないじゃないですか。まあこの子完璧なのだわ。これってもしかして私恋に落ちたのかも。なんと予想外の展開、これは運命、赤い糸が見えそうです。いや待ってください、僕は、はい、あなたでいいのだわ。それで名前は何だっけ。ヒロと申します。ヒロ、ああ私のヒロ、一刻も早く私の寝室にいらしてちょうだい。いや、生々しいなてかスペース船長はこれで彼女になったっていうこと、このイベントでいや、でもどうなんだろうな、ローザと同一人物説はまだよくわからんな、違うかもしれないな。衛兵、この子に決めたのだわ、連れて行ってちょうだい。普通に別人なのかなスイートハートとあのローザ、みんな頼む、なんとかしてくれ。すげえ、ヒロがスイートハートと結婚すんの、まさかの展開だぜ。ケル君、何言ってんの、助けないと。助けるってどうやって。俺スイートダンジョンには行かねえからな。あ、ケル君ってこういう時全然役に立たないよね。ヒロ君、
スイートハート振って。時間よ、ヒロ。お姫様を渡せてはいけないのだわ。おほほほほ。いやでも声はローザだもんな。声と口調は。話聞いてくれそうにないんだけど。いいから早く。じゃあやってみるよ。すみません、スイートハート様。あら、私のヒロ。ああ、なんてかっこいい声なんでしょう。もう一度私の名前を呼んでちょうだい。ああ、ありがとう。って、そうじゃなくて。ああ、なんでこんなことに。ごほん。ごめんなさい、スイートハートさん。僕、別にそんなに好きじゃないんです。まあ、それはどういう意味かしら。その、褒めてもらってすごく嬉しいですが、出会ってから数分しか経ってないし、その、だから、そのお誘い、それをお断りしたいです。まあそんなこと言って、ヒロは冗談がお上手なのね。ここで冗談を言える度胸があるなんてさすがなのだわ。でも、本当なんです。ごめんなさい、スイートハートさん。僕は、あなたと結婚したくありません。何？バトルになるの？おかしい。こんなのおかしいのだわ。いいえ、これは、私への冒涜なのだわ。うん。それはそうだな。結婚する気なくして結婚を申し込んで、それで断るわ。冒涜だな、これは。これはスイートハートが正しい。まあでも何も言われずにただただ引っ張られて、ステージに連れてこられたヒロもヒロだから。ヒロもヒロというか、うん。ヒロもかわいそうではある。誰も責められない、これは。このスイートハートを振るというのかしら？この万人に愛されるスイートハートの誘いを断るというのかしら？この子もスイート男女に放り込みなさい。ちょっと待った、ヒロ君を渡さないよ、返して。何のこと？観客の中にファンじゃない子が紛れ込んでいるのだわ。ああ、なるほど。きっとヒロのファンなのだわ。あなたたち私をバカにして、もしかしてショーの邪魔までするといい度胸なのだわ。ここでは私がルールなのだわ。衛兵連れて行きなさい。おお、すげえ、いろんなとこにいた。やってくれたな、オーブリー。ん？また停電？ああ、普通に放り込まれた。ああ、まさかみんなまとめてスイートダンジョン行きとは。ごめんみんな、俺のせいでこんなことに。ヒロ君悪くないよ。こんなことになるなんて誰も想像できなかったんだもん。ほほほほほ。あ？こいつさっきの、口ひげもぐら。おほほほほ。おほほほほ。バカね。まだわからないのかしら。いやいや、そうだよな。まさか私を忘れかしら。ローザですわよ。世界一のスイートハートファンですわ。え、スイートハート、実際のスイートハートは別で存在するっていうこと？後悔させてやると言いましたわよね。そう、まんまと騙されたってことかよ。ってことは全部お前の仕業か、ローザ。真実でしたわね。復讐の味は甘美ですわ。せいぜいここでキノコでも生やしていなさい。このスイートダンジョンで腐りきってくたばるがいいですわ。おほほほほ。どうやって逃げれば。なんとかなるなる。ほら、みんなで考えよう。と言ってもどうすればいいんだろう。都合よく鍵は開いてたりはしないだろうし。しないよね。開いてんじゃない？開いてた。開いてんのか。あー、でも、なるほど。スニークしなきゃダメか。見つからないように進めていかなきゃダメってことか。ちょ、セーブしてえな。はい、ここに入って隠れろっていうことか。で、これ何？あ、抜け道あんじゃん、普通に。抜け道ではないのか。あー、物騒な内装だな、これは。物騒だな。でも、マリちゃんのピクニックあるな。このトゲを引っ込めるボタンみたいなんがあるってことか。あの、ハートのスイッチとかそうっぽいな。あー、ここはこういうなんかあんのかな。いや、なんも、あ、スイッチあるな、あそこに。あれ押しゃ。あ、でも押せそうにないな。うん、で、とりあえず、ここは開かなかったんだよな。あ、でもスイッチあるな、ここに。はい、一つ目のスイッチ。あ、これで針が沈んだな。あ、これ、こいつらはさっきのか。どうしよう、どうしよう。スイートダンジョンから逃げられた者はいないんだよ。どうしよう、どうしよう。スイートダンジョンか。同じこと言ってる。君は？やったぜ。何度も試行錯誤して、やっと脱出できるぞ。あとは出口を見つけるだけ。いや、そのボタンを押したいんですけど。そこのボタン押せないのか。なんで、あと、ここのボタンも押せそう。あ、ここが蹴るの出番。久しぶりだな。はい。蹴るにタッチして、ボタン押してくれ。あ、これでいけるか。いや、いけそうにないな。ちょっと近道ができるようになっただけか。あ、ってことは、ここもそうか。ここも蹴るくんに、
石投げてあのボタンを押してもらえばいいだけか。そういうことか。あ、これで底が解放されると。オーブリーちゃんに瓶を割ってもらうとかできんのか。えい。ちょっとあいつが来る前に隠れとこう。いったん。よし。なんかある?鍵か何かが。何もねえじゃん。ん?なんだ?あ、マリだ。いや、ずっと見えてたけど。なんで今までこんなイベント起きなかったんだ。マリ助けて、スイートダンジョンに閉じ込められちまったよ。それは大変。あ、マリちゃんが押してくれんの。あれ?さっきもここ来たような気がするけど、何回も。これでよし。じゃあ今から一緒にピクニックしよう。きっとすぐに元気になるよ。なんだそりゃ。もっとちゃんと近寄ればよかっただけの話か。ずっとうろうろしてた。この辺一体。マジかよ。じゃあまあ、とりあえずセーブしよう。よし、じゃあセーブできたので、ここから行けそうなところ行ってみましょうか。まずここ。君は?密輸入者ジャッシュ。密輸入で捕まってここに入れられたが、こんなところでも正気は見逃せないんでね。ともかくいろんなものを仕入れてるぜ。何かかる。アイテム屋さんか。君は。豆腐いっぱいあるな、ここ。スイカもあるな。豆腐。これも豆腐かい。この壺は?これから。じゃあこっち登ってみよう。ん?知らないマップに来たな。いや、これちょっと戦闘がありそうだな。ちょ、一回セーブしよう。よし、セーブしてきました。何やら怪しげな雰囲気が漂っているな。見て、あそこ。出口だよ。やった、自由だ。早く帰ろう。もう一生分のナイモグラを見た気がする。え?そう簡単に帰れるか?ちょ、とりあえず、壺割ろう。ここの壺は、豆腐じゃなくてお金が入ってた。ラッキー。いや、こんな素直に返してくれない気がするけどな。え?出ちゃうの?え、出る?うん、どこここ?スイートハート城。なるほど、ローの上はこうなってたのか。え、スイートハートは結局、ローザっていうことでよかったの?ザ・ダンジョン。出てきました。そこの囚人止まれ。そう簡単に逃げれると思うたか。スイートダンジョンに戻りたまえ。あとちょっとなのに。どうする?考えろ、考えるんだ。どうすれば?あ、そうだ。出た、ナイモグラの仮面。ウォッホン。騎士様お待ちを。あなたはどうやら勘違いをしているようですな。フォッフォッフォ。おお、みんな、人数分あったのか、それ。そうじゃ、そうじゃ、早とちりは良くないぞ。我々はどう見ても、ナイモグラではないか。おほほ、そうですわね。ええ、そうですわ。私も、豆腐とスイートハートが大好きよ。そうそう、スイートハート美味しい。豆腐可愛い。逆じゃん。なんと、同胞囚人と見間違えるとは。ヘルメットをしてると見づらいのでな。これは失礼。では、通るといい。私は巡察に戻る。あなたたちも早く職務に戻った方がいいだろう。スイートハート様にサボってるとバレたらただでは済まないぞ。ザルだな。へえ、どう俺の奇策。すごかったよ、ヒロ君。このナエモグラマスクさえあれば簡単に脱出できるね。これずっとつけてないとダメなのか?俺の顔、なんかムズムズするんだけど。悪いけど出るまではつけてないとダメだな。それまで我慢してくれ。ほら、行くぞ。何のために作られたもんなんだろう。ナエモグラの仮面は。あ、アーチャーもいんのか。ナエモグラ。これは?ぴょん。そんだけか。まあ出る前にちょっと探索してから出たいですけど。戦闘になんの?普通に接触したら。よし、倒した。もう結構広そうだな。ここにドアあるな。ちょ、気になるから入っちゃう。ん?何ここ?あ、エレベーターか。そんなんもあるのか。どこに行こうか。寝室行ってみよう。あ、着いた。じゃあ、行ってみましょうか。ローザとかいんの?ん?何?キラキラしてる。寝れんの?勝手に。人のベッドで。はい。あ、大きくて豪華なピンク色のベッドで。ベッドだ。みんなで寝てみる。はい。あ、回復できんの?気分さっぱり元気になったよ。ラッキー。ん?なんか始まったな。てか背後に普通にナイモグラいるな。いつの間にいたんだ、あいつ。ポエム、バイスイートハートっていうのがあったんで、読んでみてたんですけど。一日過ごした、なんという一日。この一日はね、いい一日だったな。そんだけか。ね、こいつは何なんだ?いつの間にいたんだ?君は。ゼ、カステラ、ゼ、ゼ。ん?どうした?
まあここで何をしているのです。スイートハート様の寝室は庶民は立ち入り禁止ですよ。わからないの？あ、でもちょうどいいかも。スイートハート様が戻ってくる前にこの石像を片付けなきゃいけないんですけど、全然びくともしないんです。都合よく粉々にぶっ壊れたりしないかな、なんて。ああ、バットで壊せばいいのか。っていうかこれスペース彼氏じゃん。まだあんの？その像。ふむふむ。お嬢さんが今必要なものは破壊の力ですね。ちょうどうちのオーブリーさんは破壊の専門家だぞ。うん。オーブリー？まあナエモグラにしたら変な名前ですね。でもまあスイートハート様は最近名前のネタが切れそうになってるようですし。どういうこと？名付けてんの？スイートハートが。待ってケル君、あれってスペースボーイ船長の石像じゃない？うん。壊すのはちょっと。いや別に本人にバレるわけでもないし、いいんじゃね。スペースボーイ船長とスイートハートはもう別れたんだろ。もう他人だろ他人。そんなに簡単なことなのかな。でもまあ一発殴っちゃいますか。いいの？殴って。いいの本当に？殴るよ。じゃあ殴りますよ。えい、よーし行くよ。今度こそ失敗しないかんね。そんなでかいのも壊せるんだ。すごいね。いいのこんなことして。あらまあ、本当にやってくれたんですね。それじゃあ、片付けましょう。うん。いいのかな本当に。ほ、助かりました。やっぱりこういうのは専門家に任せるべきですね。そういう、本当に良かったのこれ。ん？ん？何？ああ、代わりの石像がそこに置かれるっていうこと。右側に見えてたスイカを拾いたかったんですけど。おお、いや、運べんじゃん、一人で。まあまあ、なんてことかしら。下から持ち上げればよかったんですね。いや、そんだけかい。スイートハートの絵、この上にあるの。やっぱスイートハートはスイートハートでいそうだな。ローザがスイートハートに化けてただけで、スイートハート本人はいそうだけどな。こんな立派なお城があるんだったら、わざわざ地下のナエモグラのいる空間にローザの部屋があるっていうのもおかしいもんな。はい、じゃあ、来た道引き返してロビーに戻りましたが、あ、なんか見つかった。待ちたまえ偽物よ。貴様らはナエモグラなどではない。ふんふん、どうしてわかるのかって？それはだな。我は経験の浅いハロルドやマーシャとは違うからだ。我はマキシマス教だ。誇り高き血筋の名にかけて一族に名誉ある勝利をもたらすと誓おう。なんすか？あ、戦闘？強いのかな？強いかもしれん。こういう特殊な演出があると。あー、じゃあちょっとちゃんと戦おうか。どうだろう、やる機械砲使った方がいいのかな。どれぐらい強いかがまだ初見じゃわかんないからな。やる機械砲とか使わずに倒せるんだったらそんなバカな私はここで破れるわけにはいかん。息子が家で私を待っているんだ。うん、ん？何？ああ、これは新技か。スラッカーか。見たことない演出だったから、敵の攻撃なのかと思った。はい。あ、弱いじゃん。弱いじゃん。なんだよ。じゃあ通常攻撃、全然倒せんじゃん、通常攻撃で。そう、こういうこともあると、やる機械砲を最初初手から狙うっていうのは、逆にその方が無駄なことをするような感じになっちゃうから。ん？必殺技を繰り出した。おー、強い強い、頑張れ頑張れ。これ倒せたんじゃないの？あ、倒せた。普通に勝てた。あ、でも BGM はやまないことはないの。わ、消滅した。ぐったりしているのかと思ったら跡形もなく消し飛ばしてしまった。これは何なんだ？どういう状況なんだ？うおぉ、すげえ客だな。こんなんじゃ全然出られないよ。他の出口を探してみよう。うん、ここも時間が経てば収まるかも。後でまた見に来よう。なるほど。だからまずは、この城の中を散策しろっていうことか。本当に広いお城だな。お、こいつ、プルートじゃん。なに、ここに駅を開通してくれんの？お、どっか行っちゃった。何だったんだ？なんか言えよ。なんか行ってからどっか行けよ。何だったんだ今の。本当に。こっち側は？え？なんだ？何？あ、イベントか。お、合唱団がいる。すごいな。何でもあるな。これ何の時間これは。これどうしたらいいの？邪魔していいの？こいつら全員と戦闘とかないよな。
ダメだ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 。こんなんじゃ全然ダメだ。中央左の前、歌う気あるのか。いとこのプラスチック製のフラミンゴの方が、歌うまいわ。そして一番後ろで昼寝しようとしているお前、見えてないとでも思ってんのか。しっかりしないとお前ら全員スイートダンジョンに入れられるぞ。ナエモグラたち何か困ってるみたいだな。手を貸してあげられないかな。ナナ困ってるみたいだな。心配ご無用、専門家が来たぞ。いいのそんなこと言っちゃって。ああよかったよかった、プロの方が来てくれたか。スイートハート様のメインイベントまでに、合唱団の練習を終えなければならないんだが、全く時間が足りない。実はだな、ナエモグラは音楽を聴くととても眠たくなってしまうのだ。合唱団は自分の歌で自分を眠らせてるようなものだ。はあ、こうなったら目を覚ませるには、目を覚まさせるには手段は選べないかもな。なるほど、心配するな。同じナエモグラ同士、やるべきことは分かってるぜ。何？しばくってこと？え？分かるのか？ありがたやありがたや、助かったよ。さすがプロといったところだな。ここは任せろ。え？何？しばくの？それとも石を投げるってこと？石を一人ずつ投げてくってこと？ケル君が。何すりゃいいの？では演奏家モグラさん、準備はできてるぞ。ああ、ありがとうプロの方、かたじけない。え？何にもわからない。あれ、トマトがある。どうすんの？あー、もう始まってんのか。投げろってことか。そういうことか、寝てるやついたら。そういうことか。理解が遅れた。で、これを曲が終わるまで、一曲終わるまでこれをやり続けろってことか。ん？おい、ちょっとまともになってきたんじゃないか。でももう一押しいけそうだな。プロの方もう一回やってみようか。はい。信じてるぞ、プロの方。はい。ビシッとやってください。投げ終わったら、とりあえず中央に戻って、意外とせわしないかも、これ。絵的には地味だけど。はい。これで OK？ おい、ちょっとまともになってきたじゃないか。あ、もうすぐイベントが始まってしまう。つまり、あと一回だけ練習する時間が残ってる。最後にもう一回だけ、はい。むず。最後むず。あ、まだいた。まだいた。おい、ちょっとまともになってきたじゃないか。ありがとうございました。あとは今できることを精一杯やるだけだ。いえいえ、とんでもない。これでよかったの？なんかお礼くれんの？お礼は。ありがとうございました。あと、もうそんだけかい。え、なんだったんだ？なんのためにやったのこれ。なんだったんだろうこの部屋は。特にこれといった収穫はなかったけど。プルートもなんだったんだ。で、ここは？入りづらいところにある入り口ですけど。ここはなんだこれは。王室ギャラリー。入場記念の豆腐をどうぞ。豆腐を手に、もう今豆腐何個あんだろう。めちゃくちゃ豆腐手に入れたぞ。なんか個性的な奴らいっぱいいるな。あ、この顔。この顔は何なんだろうな。壁に顔の形のくぼみがある。何の意味があるのかよくわからない。この顔は一体何なんだろう。異世界の方にもこれあったんですよね。顔の形のくぼみ。うおー、すげえ。名画のパロディだな。ところどころスイートハートになってる。じゃあ、あとはこっち側かな。手前の部屋から見てみましょうか。うわ、なんだここは。一緒に映画館なのか。ここ。あれ？なんか、ローザらしき人いるじゃん、あれ。いや、あれはどうなんだ？スイートハートなのか？おー、何これ。どういう映画？ホロー。腹に穴開いてる。どういうことこれは。これ映画なの？なんじゃそれ。君だよ、君。リアルすぎてちょっと不気味なスイートハート人形。あ、人形なのか。じゃあ、あとここか。ここは何の部屋？え？イベントか。自分たちどこにいるんだって思ったら。すごい行列できてるけど。これ何の列？っていうか、いろんな部屋あっていろんなイベントあるけど。ん？何これ？どうしたらいいの？あ、動ける？これ何？あ、なんてことだ。この大人数を登録して入れてあげるのに時間が圧倒的に足りない。やはりスイートハートの人気は侮れないな。ちょっとそこのブサイクな奴ら。いいか、次のイベントは厳しいドレスコードがある。基準通りの服装を着ていないお客さんは受け入れられないんだ。このチャートを見れば簡単にできるはずだ。え、またなんかミニゲームやんの？グッドバッド。はあ。ピンク以外の弾けってこと。基準に合ってないお客さんをこちらに連れてきてもらえるか。それぐらいはできるだろう。じゃあやりましょうか。君。
はい、連れていく。あんた何様のつもり？上の人間連れてきなさい。カリスマ性のある人の話なら聞いてくれる。ん？どういうこと？あー、そういうこと？ヒロとか。ヒロにすりゃいいの。ヒロとかならいける。はい。連れていく。はい。ごきげんようお客様、少しお付き合いいただけませんでしょうか。私、上場酌量はないの。ちょっとぐらい見逃してくれてもいいじゃん。おお、ヒロくんで調べろっていうことか。そういうことね。はい。じゃあ一人ずつやっていきましょう。これで全員かな？これで最後かな？はい。もう後ろにすごい、ナエモグラの列ができちゃってるけど。これで全員だろうか。一応軽く見渡してみて、ピンク以外の、ああ、いたわ、ここに。見落としていた。これで最後か。はい。これは何の意味があるんだ？うん。あちこちで困っているナエモグラを助けてはいるけど。はい。素晴らしい、やはりやればできるんだな。では、ピンクじゃないお客様を処分しよう。処分？ええ、このナエモグラたちをスイートダンジョンに放り込め。過酷だなぁ。そんだけで、牢屋行きなの。ここにて一件落着。こいつらが二度と朝日を拝めないようにしてやろう。終わった。おう、これもまた、報酬なしか。何のために頑張ってるんだ、今は。うーん、じゃあ、あと行けるところっつったらどこだ？っていうか、まだスイートダンジョンでもやり残していることあるんだけど、なんだ？あ、またボスか。マキシマス教2世。待ちため偽物よ。貴様らはナエモグラなどではない。ふんふん、同じこと言ってる。マキシマス教の息子だからだ。父親を倒した貴様らでもこの我を任すことはできぬ。誇り高き血筋と父の名にかけて、一族に名誉ある勝利をもたらすと誓おう。まあ、大したことないんだろうな、多分。父上、どうか許してください。申し訳ありません。倒した。仇を取れませんでした。残念。偽物だっていうことに気づいたのだけは褒めてやろう。ああ、まあ、これで中ボス戦2回やったけど、これがフラグでまた行ける場所が増えるのかな？どうなんでしょうか？何かイベントでも起きるんでしょうか？